見つけたぞ、化け物め。なんだ、こいつから悟空やベジータ。何者だ貴様。教える必要はない。お前はすぐに私の食事になるか。な、言ったはずだ、教える必要はない。なるほど、話すつもりはないか。だが残念だったな。貴様がここの住民を全て消してしまったのは俺には好都合だった。どういうことだ。思いっきりやれるからさ。貴様は何者なのだ。いいだろう、どうせ貴様は死ぬんだ。私の名はセル、人造人間だ。生み出したのはドクターゲロの使っていた。またその昔、ドクターゲロは戦闘の達人たちの細胞を集め、時間がかかりすぎるために断念した。しかしコンピューターはその作業をそのまま続けて、孫悟空、ピッコロ、そしてベジ、ドクターゲロの作った橋のように小さなスパ、すでに必要な細胞は集まり、研究は始まっている。バカな、ドクターゲロの研究所、コンピューターがあるのは研究室のもっと、貴様がこの時代に来て卵からそうなるまで3年。一度卵に戻ってしまうと再び熟成するのに。なるほど、では最後の質問だ。私が完全体になるために必要な2つの生命体をコンピュー、それが人造人間10。何？ところが私が動き始めた私の未来にはどうやったのかは、しかし運よくトランクスはタイムマシンを持っている。そこで私はトランクスを殺し、17号たちを求めタイムマシンでこの時代にやってきた。なぜこの時代を選んだ。さあな、トランクスのタイムマシンがこの時代にセットされていた。そうか、おそらくトランクスが未来の人造人間をうまく破壊することができ、それを知らず、コンピューターはこうも言ったぞ。完全体になれば想像を絶するような恐ろしい力も主。おかげで謎が全て解けた。完全体にさせるわけにはいかん。コロ。トランクス、なぜあいつ。そうか、あいつ他の。こいつがジンジャータウンの人たちを襲ったの。そうか、こいつが例の抜け殻から出てきたのか。そうだ、詳しくは後で話す。今はこいつを片付けるの、この場は退散するしかなさそうだが、17号と18号、太陽拳ゴッ、しまった。くっつー。